街に福を呼び込む小倉十日恵比寿祭り保衛かご道中が新型コロナウイルスの影響で今日例年より3ヶ月遅れで開催されています。商売繁盛、イエイエイエイ。小倉十日恵比寿祭り保衛かご道中は73年続く商売繁盛を願う祭りです。例年は1月に行われていますが、緊急事態宣言の発出で延期となり、3ヶ月遅れで開催されました。商店やデパートから選ばれたミス十日恵比寿が芸者に扮して商店街などを練り歩き、店に恵比寿締めを打ち込んでいきます。打ち込みにあやかった店や人は、1年間の商売繁盛が約束されると言われています。午後3時半まで商店街や市場などを練り歩きます。